ロシアが戦術核演習の第3段階を開始、ウクライナ侵攻の拠点となっている管区が参加。ロシア国防省は31日、戦術核の使用を想定した第3段階の演習開始を発表しました。映像には、核弾頭の搭載が可能な弾道ミサイルシステム、イスカンデルを牽引した軍用車両などが隊列を組んで森の中を進む様子が収められています。今回の演習には、ウクライナ侵攻の拠点である南部軍管区や中央軍管区が参加。イスカンデル部隊が特殊弾薬を発射ロケットに装備して決められた場所に移動する訓練や、航空宇宙軍が特殊弾頭を搭載して出撃する訓練などを行うとしています。戦術核演習はプーチン大統領の命令に基づき行われていて、5月に第1段階、6月にベラルーシ軍と合同で第2段階を実施しました。ウクライナ支援を続け、ロシアへの制裁を強める欧米を威嚇する狙いがあるとみられます。もはやこんな脅し演習とバイク特攻しか思いつけない。間違ってボタンを押しちゃえば NATO 軍総出でモスクワ総攻撃ができるんだがね。ただそんなことしなくても今の段階で日本も含めた自由主義先進国陣営はそこまで踏み込んでもいいんじゃないかって思う。制裁放置して眺めてるだけじゃロシアは滅ばない。ワグネル戦闘員がマリでの待ち伏せ攻撃で数十人死亡。アフリカ軍事政権の間でロシア傭兵の信用失墜化。アフリカ諸国の政府に安全保障サービスを提供するのと引き換えに資源の採掘権を得てきたロシアだが、ワグネルの弱体化で今後は売り込みが難しくなりそうだ。ロシアの民間軍事会社ワグネルグループの部隊が西アフリカのマリで少数民族トゥアレグ反乱軍による待ち伏せ攻撃を受け、兵士数十人が死亡した。この事件を受けてアフリカの軍事政権はこれまで通りロシアの保護を求めることを考え直すのではないかと、ある警備のプロは指摘する。ワグネルは軍事政権誕生後の2021年にマリに入国し、それ以来駐留を続けている。ブルキナファソやニジェールなど他の西アフリカ諸国ともつながっているとされ、資源の採掘権と引き換えにクーデターの脅威から軍事独裁政権を守る警備サービスを提供していると言われている。昨年、創設者のエフゲニー・プリゴジンがウラジーミル・プーチンに対する反乱の末、飛行機事故で亡くなった後、ロシア政府は新たな準軍事組織アフリカ軍団を立ち上げて、ワグネルの部隊を管理下に置き、その事業を引き継いでいる。中東アフリカの安全保障及びインテリジェンスを専門とするイギリスの警備会社パンゲアリスクのロバート・ベッセリング最高経営責任者は、本誌の取材に対し、同社は過去1年間、西アフリカ、特にマリで、ロシアの準軍事組織における死傷者の増加、戦場での戦略的失策、ロシアの軍用ハードウェア損失に関する動向を監視してきたと語った。高額の契約に見合わない。今回の待ち伏せ攻撃が起きたのはアルジェリアとの国境に近いティンザワテン村の郊外。ロシア人傭兵とマリ人関係者少なくとも80人が殺害され、少なくとも15人が誘拐されたと、ワグネルと関係のあるブロガーが報じている。マリの軍事政権と敵対する平和安全開発のための恒久戦略枠組み CSP-PSD は、イスラム過激派勢力の支援を受けてこの作戦を実行したと明らかにした。ベッセリングは、ロシアのアフリカ軍団が昨年の相次ぐ脱走と予算削減に続いて軍事的敗北を喫したことは、ワグネルグループの能力の衰えを示していると述べた。ロシアのアフリカ軍団が大きな敗北を喫したことで、
ロシアはアフリカの軍事政権に安全保障サービスを輸出することが難しくなった。西アフリカ以外のアフリカでロシアの準軍事サービスを契約している国が少ないのはそのためだろうとベッセリングは言う。ロシアの準軍事組織との契約には鉱物の採掘権を与えるなど高いコストが伴う。その上、人権侵害は日常茶飯事で、現地武装勢力との戦闘実績も低いことから、アフリカでもその他の地域の国でも安全保障をロシアに依頼するケースは減るだろう。アフリカ諸国政府が安全保障上の同盟関係をロシア以外の国に求めるとすれば、トルコやアラブ首長国連邦のような警備新興国がより多くの軍事・防衛契約を獲得するようになるかもしれないとベッセリングは付け加えた。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW は29日、ロシア国防省はマリでのワグネル部隊の敗北を利用してワグネルの傭兵部隊をアフリカ軍団の他の部隊に置き換えていく可能性があると述べた。アフリカ軍団は去年12月の時点で指揮官を含む構成員のうちおよそ半分がワグネルの元メンバーであることを公表している。アフリカでの旧ワグネルの衰退著しいが、本国ロシアの台所事情を考えれば無理もない話。ただ情報源が米英系の中東アフリカで警備サービスを担うライバル事業者なので、将来の展望は話半分で聞いておいた方が良いでしょう。プーチン大統領がロシア国有企業をモスクワから移転させる計画。狙いはアジア経済圏との緊密化か。国際情勢の不安定化も懸念。ロシアの経済情勢について日米欧メディアがポジティブな情報を伝えるケースは少ない。そのためあまり知られていないかもしれないが、ここ数年ロシア経済は予想に反して好調のようだ。世界銀行が6月11日に発表した最新のデータによれば、ロシアの2022年における実質経済成長率は 1.2% とマイナス成長に陥ったが、2023年は 3.6% と盛り返したと推計している。同じ年の米国は 2.5%、ユーロ圏は 0.5%、日本は 1.9% で、ロシアの成長率はこれらを大きく上回っている。2024年、2025年の成長見通しについては、順に 2.9%、1.4% で、前回2月の見通しと比べると、2024年は 1.3 ポイント、2025年は 0.9 ポイント上方修正されている。いずれも各国通貨ベースの成長率。ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月以降、米国をはじめ EU 各国はロシアからのエネルギー資源の輸入を制限したり、エネルギー資源がロシアから輸出されるのを阻害するような措置を取ったりした。ロシアとの銀行取引を制限したり、海外資産を凍結したり、厳しい制裁を加えたこともあり、ロシア経済には大きな下押し圧力が加わった。しかしロシアは中国、インドをはじめとした非米同盟国との連携を深め、貿易ルートを確保した。グローバルで石油、天然ガスの需給が逼迫、国際価格が急騰したことで、ロシアのエネルギー収入は大きく増加した。もっとも、軍事物資生産の急増、軍事行動に伴う人材不足、総供給の不足などからインフレに陥っており、ロシア中央銀行は7月26日、約7ヶ月ぶりに基準金利を 16% から 18% へと引き上げることを余儀なくされている。決して順風満帆とは言えないが、それでも戦時下でも国家財政は何とか持ちこたえており、好景気を保っているというのが現状だ。国有企業の本部をモスクワから地方に移転する計画。
そもそもロシア経済は過小評価されている。世界銀行による2023年の購買力平価 GDP を見ると、ロシアは中国、米国、インドに次いで第4位であり、日本第5位を超えている。この順位は2021年以降3年連続で変わらない。今年秋に行われる米国の大統領選挙について、民主党支持を表明する主力メディアの影響を受けにくい中国のマスコミ報道などを見ると、トランプ氏有利は揺るがないとする見方が多い。もし仮にその通りとなれば、ロシアに有利な形でウクライナ問題が処理される可能性も考えられ、生産の回復、復興需要の発生などから、ロシア経済はさらに成長率を高めることになりそうだ。とはいえ、プーチン大統領は決して将来を楽観視しているわけではないようだ。モスクワには、ロシア最大の商業銀行であるロシア貯蓄銀行や、ロシア天然ガス工業、ロシア石油といった巨大エネルギー関連企業、ロシア鍵、ロシア鉄道といった国防関連企業など、ロシア経済の根幹をなす多くの国有企業の本部があるが、プーチン大統領は7月24日、政府に対して10月1日までに国有企業の本部を段階的にモスクワから地方に移転するための計画案を提出するよう指示した。プーチン大統領は2021年に政府に対して国有企業のシベリアへの移転に関するフィジビリティスタディ、事業化調査を行うよう指示している。人材を確保し、生産設備をすべて移転するには時間がかかる。まず本社の移転を決め、その後は事業移転の難易度に応じて、2025年から遅くても2030年までに完全な移転を完了させたいようだ。また移転先については、まずウラル、極東、シベリアの3つの地域から選ぶべきであると発言している。括弧、鳳凰毛財経、7月26日付、ロシア国営 RT、7月25日付など。かつて中国が実施した第三線建設と国事。こうしたロシアの戦略は、1960年から70年代にかけて中国が実施した第三線建設と酷似している。第三線建設とは、主要産業を沿岸1線、中限2線、内陸3線の3つの地域に分散させることで、産業集中による国防上のリスクを軽減しようとした戦略だ。米国、旧ソ連との対立、国際社会での中国の孤立が背景にあるが、現在のロシアの置かれた立場は当時の中国を彷彿させる。とはいえ、うまくやれば設備投資需要を刺激し、移転先となる失業率、貧困率の高い地域の社会経済を発展させることができる。今後関係が深まるであろうアジア経済圏に近い位置に生産拠点を分散させることになるのだが、ロシアだけでなく中国をはじめとした非米同盟国の経済成長にも貢献するだろう。